天下の大悪党、ここに剣山。彼は魔王に一人背いた。無謀極まる反逆の数々、そこに仕掛けられた巧妙な罠。運命を奪うためなら手段を選ばず、松永久秀の悪がここに炸裂する。反逆の章。天下の将軍たる世をなき者にせんと、松永久秀、この大悪党めが。愚かな理屈で、剣豪将軍たる世を撃てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手。誰も世と戦って撃って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し、天下の運命を手に入れようとした大悪党、松永久秀。彼は織田信長の軍勢に包囲され、その傘下に下ったが、天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否や、かつて信長に敗れた小姓将らを京に引き込む。京本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は義昭を危機に陥れ、京の織田軍を翻弄せんとする。だが信長の妹お市とその夫浅井長政が織田軍の援軍に駆けつけてしまう。久秀はまだ織田に勝機があることを警戒、信長に忠義面をしながら小姓将らを迎撃した。反逆の章、六条合戦。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。
毎度ありがとうございます。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 毎度ありがとう。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。毒のあるやつもお好きかな。前進だ。なぜ三好たちは知っているのか。実に奇妙。ヘビキをした者でもおるのかな。よりだな。エラリンはシリンより手間を奪う。
様、ドーンと行くぜ。
救援に向かおう。野牛の剣は天下の剣だもの。当然さ。嘘つくじゃない。そうだ、信長さんがつくじゃない。そうだ、でも松永殿にはそれになる。いつまで届くんじゃない。悪戦争、悪は勝つ。どうぞ我が輩に抱きつけられたとされるがいい。
まあ、賢いお主は正解はしない。それは時期を伺っておるから。さあ、何のことかしら。わかんない。ご愁傷様。兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。ええ、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ？つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。間違いない。信長は我が輩が小少将を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。今回の変を受け、本国寺は解体されるそうな。ならばハイデラになる前に利用させてもらおう。この釣り金の根元に切れ込みを入れてた。これでよし。2回叩けば金は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回金を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が鐘の下に来たら我が輩は鐘を鳴らす。これで信長は鐘の中、一生暗闇。ああ、怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで。信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろうぞ。あ、そんな、あ、ダメ。あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。